UCI ランキング順が僕がジュニアの中で一番だったんで、ゲートピックは一番最初だったので、もう8、2、3っていうインガーが2回来るコースセレクトを選んで、 8の時にいかに順位を落とさずいけるかなって思ったんですけど、8コースから行って1本目がゲートも決まって1位で行けたのが勝因かなと思います。もう一人抜かれてたら僕2位だったんで、本当危なかったです。全日本で優勝する自体も初めてですし、 J シリーズでも優勝したことなかったので、ジュニア最後の年で優勝することができて本当に良かったと思います。パリまであと3年ぐらいですかね、4年ぐらいですか。まあ、速い選手日本の中でもたくさんいるので、これからどんどん、まだ多分全然追いつけてないんで、その速い選手に追いつけるように3年間頑張って、ワールドカップとかも出ていい成績取れるようにしていきたいなと思います。